皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年生の国語、星の花が来る頃にの内容です。教科書105ページを開いてください。学習目標と学習の流れ、学習のポイントが書かれています。こちらの学習の流れを参考に皆さんと4時間で学んでいきます。課題は場面展開や描写から人物の変化を読み取り、作品の続きを考えようです。物語では場面の展開に沿って登場人物の心情が変化していきます。時間や場所、中心に描かれている人物によって分けられる場面を抑え、登場人物の行動や言葉、心の動きを追っていくことで人物の変化を読み取りましょう。そして読み取ったことをもとに作品の続きを考えることを通して物語を読む楽しさを味わい、自分の考えを持ちましょう。それでは1時間目の学習を始めます。第1次の課題は本文を読んで場面の展開を確認し、印象に残った表現を探して感想をまとめようです。まずは教科書96ページから104ページまでの物語を読みます。その際、興味を持ったところや心に残ったところなど、印象に残った表現に線を引いたり付箋をつけたりしながら読むと、後からノートにまとめるときに探しやすくなります。ぜひやってみましょう。それではここで動画を止めて本文を読んでみましょう。読み終わったら動画を再生してください。さて、読み終わったでしょうか。次に場面の展開を確認していきます。この物語は第一場面から第5場面まで全て私という人物の視点で話が進められます。語り手の私のいる場所や時間の表現に着目しながら5つの場面に分けていきます。それではここで動画を止めて場面を分けてみましょう。時、場所、登場人物、そして主な出来事についてノートに同じように記入してから動画を再生してください。それでは答えです。5つの場面を分け、時、場所、登場人物、主な出来事は確認できたでしょうか。第1場面は去年の秋、夏美と2人で木の真下に立ちというところから読み取れます。昔のことを思い出していることを回想と言います。仲が良かった時の思い出ですね。第2場面は98ページの10行目、昼休みに入った教室から時と場所が読み取れます。
あたかもという言葉を使って文章を作りなさいという問題がわかんないと声をかけてきた戸部君が出てきます。第3場面は97ページの14行目、廊下に向かったとあることから場所が変わったことがわかりますね。夏美に声をかけ仲直りをしようとする私の姿が書かれています。第4場面は99ページの15行目からの帰り、校庭の言葉から時や場所が読み取れますね。そして次のページ、もう9月、真夏日という表現からこの物語の現在の季節がわかります。最後に第5場面は102ページの11行目、学校からの帰り、少し回り道をして金木犀のある公園に立ち寄ったとあり、この物語が去年の秋の思い出と9月のとある一日の話ということがわかります。では最後に印象に残った表現を探し、感じたことをノートにまとめましょう。最初に物語を読んだ際、線を引いたところを中心にまとめます。ページと行、印象に残った表現、そしてなぜ印象に残ったのか、表現についての感想を書きましょう。場面ごとにまとめて書いておくと後から振り返りやすくなりますので、場面ごとに書いてみてもいいかもしれません。それではここで動画を止めて表現と感想を書いてみましょう。書けたでしょうか。できたら友達やお家の人に対して皆さんがまとめた感想をお話ししたり、意見を聞いたりしてみましょう。感想を交流することで新しく気づくこともあるかもしれません。例えばこのように感想をまとめた人もいますので紹介します。第1場面からの表現です。96ページの1行目は情景描写、4行目は行動描写を指します。感想でも推測や驚きなど様々な考えの視点で感想を持てるといいですね。これで第1次の学習が終わりです。最後に本次の課題、本文を読んで場面の展開を確認し、印象に残った表現を探して感想をまとめようが取り組めたかどうか、振り返りをノートに書きましょう。以上で第1次の学習を終わりにします。それでは第2時間目の学習を始めます。第2次の課題は私の心情がわかる表現を探し、心情の変化を考えようです。前の時間の学習の最後に印象に残った表現についての感想をまとめました。その際、情景描写、行動描写などの言葉が出てきましたね。まずは場面ごとに私の心情がわかる行動や情景描写を探していきます。次にそれぞれの心情を確認することで、場面ごとに私がどのように心情が変化していったか整理し、
心情の変化を捉えていきましょう。ここで登場人物の心情について説明します。教科書の327ページを開き、7の登場人物の心情を読んでください。文学的な文章を読む際、直接書かれている心情を読み取るだけでなく、さまざまな形の描写から心情を捉えることができます。まずは心情描写です。心情描写は人物の心の内を表した文を主に指します。次に行動描写です。行動描写は人物の言動、会話、行動などを表した文です。会話の中で話した時の気持ちや会話の相手への気持ちが現れていることがあります。行動では人物の様子に注目すると気持ちが分かることがあります。さらに情景描写です。物語では人物の心情を反映させて風景を描くことがあります。ここでは人物の心を風景に反映させ表した文のことを指します。どのような描写からどのような心情が読み取れるか、皆さんが学習した物語花曇りの向こうの本文から例題を出します。教科書27から28ページを開いてください。1、教科書28ページの11行目、これで桜が全部散ってしまうなと言えばよかったとか、花ごもりって何と聞けばよかったとか、思いつくのは後になってからだという文です。物語の語り手である僕が心の中で思っている文ですが、ここから僕のどのような心情が読み取れるでしょうか。2は教科書29ページの2行目、僕は俊敏に体を動かしたという僕の行動からどのような心情が読み取れるでしょうか。3は教科書28ページ、晴れることを放棄したようなぼやけた空から、その空を見ていた僕はどのような心情でしょうか。ここで動画を止め答えを考えましょう。考え終わったら再生ボタンを押してください。それでは答えです。1は、同じクラスの人と仲良くなれない中、隣の席の川口くんから声をかけられたとき、思うように会話ができずすぐ終了してしまったことから、うまくいかなかったことを後悔しているです。2は、得意なバスケットに自信があり変わりたいのでいつもよりも頑張りたいです。最後は、うまくいかない自分のぼやけた不安や自分から変われない現状と空の様子を重ね合わせているです。繰り返りできたでしょうか。では星の花が降る頃にで考えていきましょう。まずは場面ごとに行動や情景描写など私の心情がわかる表現を探します。短い言葉だけでなく、場合によってはいくつもの文に分けられることもあるので、大きくとっても構いません。ここで動画を止め、心情が分かる表現を探して書いてみましょう。時間の目安は約15分ほどです。
き終わったら、また時間が15分ほど経ったら再生しましょう。それでは模範解答です。例えば1から5まで、このような模範解答があります。行動や情景描写、このような表現が皆さん探せたでしょうか。他にもいくつかありますので、同じような表現でも構いません。同じように4の場面と5の場面です。それぞれの心情の捉え方できたでしょうか。それでは最後に本日の振り返りを行います。私の心情が分かる表現を探し、心情の変化を考えよう。学習を通してできたこと、また次の学習に生かしたいことを記入して終わりにしてください。それでは3時間目の学習を始めます。第3次の課題は、戸部君に対してや銀木星に対しての考えの違いを読み取り、私の心情の変化をまとめようです。以上の流れで学習していきます。まずは戸部君に対する私の心情の違いを比較していきます。2の場面と4の場面の戸部君と私に関する描写です。ではこの4つの描写から私の心情を考えていきましょう。ノートに記入し、考えがまとまったら動画を再生してください。分かったでしょうか。例えば2の場面、戸部君に対して私は子供っぽい言動を煩わしく感じて、わけがわからないとイラついている。一緒だった小学生の頃からいつも絡んでくることや、同じ塾に入ってくること、先輩のように格好良くないことを面白くないと思っている。しかし4の場面では、自分の考えていたことは広く小さく、くだらないことに思えてきた、元気づけてくれたこと嬉しく思っているのように考えている。このように変化が見られていきます。同じように銀木星や夏美に対して私の心情はどのように変化しているでしょうか。2の場面から5の場面の銀木星と私に関する描写です。同じようにノートに記入した後、考えてみてください。それではできたでしょうか。金木星や夏美に対して私の心情の変化が見られていきます。それではこの違いの変化をまとめていきます。戸部君に対して、そして銀木星夏美に対して、
どのような変化があったでしょうか。それでは答えです。戸部君に対しては戸部君の行動について相変わらず理解はできていないが面白くないという気持ちから戸部君の優しさに気づけるように変化した。金木星夏美に対して常緑樹でも春先に葉が生え変わる金木星から夏美とずっと友達であることにこだわらず新しい人間関係を築く可能性に気づけるように変化したのように読み取れていきます。以上で本日の学習が終わりです。課題に対して学習を通してできたかどうか、そして次の学習に生かしたいことをまとめて第3次を終わりにします。それでは4時間目の学習を始めます。第4次の課題は登場人物の気持ちを想像して作品の続きを考えようです。前次までの学習の内容を振り返り、続きを書くため登場人物の気持ちを捉えて作品の続きを考えていきましょう。続きを考えるためのポイント、3つのポイントについて考え、自分なりの答えを持ち、その後で続きを考えていきます。物語の最後の一文、私は銀木星の木の下をくぐって出たの後から、 A 次の日、 B 次の秋の季節、書き出しをどちらか選び、作品の続きを原稿用紙にまとめて書いてみましょう。1枚から2枚程度でまとめられるといいですね。時間は約20分。先ほどの3つのポイントを考えて作品の続きを書いてみてください。書けたでしょうか。続きを考えるためのポイントのもし分からなかった人は例を挙げてみます。例えば1、2、3、あくまで一例ですが、このような視点で考えてみてもいいかと思います。以上の例をもとにして書いた作品例です。それぞれ ① ② ③ の続きを考える際のポイントが押さえられて書けているかどうか、皆さんの作品を見て確認してみてください。評価のポイントですが、自分で考えた登場人物の思いを続きの文章に書いている、文章の特徴を意識して書いている、誤脱字がなく適切な表記で書いている、以上3つのポイントをもとに自分で確認してみましょう。それでは最後に本日の振り返りです。登場人物の気持ちを想像して作品の続きを考えよう。以上、4時間の学習を通してできたこと、そして今後の学習に生かしていきたいこと、ノートにまとめて終わりにしてください。以上で星の花が来る頃に
の学習を終わりにします。